お疲れ様です。うちわ TV 中の人うちわ4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで今回もダビスタやっていくんですけども、皆さんねダビスタ楽しんでいるでしょうか。今回まとめさせていただきたいのはね、機種の差ですね。この部分にねちょっとフォーカスを当てていきたいかなと思いまして、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ということで今回機種にねフォーカスを当てていくんですけども、まず基本的なところですね、普通に考えていただいて、戸崎さんだったりね、豊さんだったり、川田くんだったりね、様々なジョッキー今回いると思うんですけども、一人一人にそれなりにね微妙に差があるんじゃないのかっていうところでね、はっきり言ってパラメーターがわからないのでどうすればいいのかなと思ったんですけども、例えばですけどもね、豊さんと戸崎さんがね同じ能力かって言われると、同じ能力とはとても思えないんですね。なぜかというと、戸崎さんっていうのはね地方からね中央に来ましたんで、やっぱダートは上手い。じゃあ豊さんはね、じゃあダートどうなんだって言われると、まあってわけじゃないけども、やっぱりね大きいレースっていうイメージがあると思うんですね。それをねどうやってね視覚的にねお見せできるかなっていうのをずっと考えてたんですけども、パラメーターってね一目で見れたらね分かりやすいなと思いまして、あるゲームをね基本とさせていただいて、ダビスタでねおそらくこれは該当しているんじゃないのか、いやこれは今回に実装されていないんじゃないのかっていうのをねご説明できればと思いますので、その画面に行きたいと思います。ドン。こちらウィニングポスト9 2020のねデータを見ながらね、ダビスタでもおそらくこれは該当しているし、ダビスタでもね割と出てきているんじゃないのか、特殊な能力っていうところをねご説明させていただければと思います。基本的にね全てのジョッキーじゃなくてね、上位に売る上のジョッキーたちのね、要は癖だったり得意なところっていうのをね、このウィニングポストっていうのはね統計をある程度取ってね特殊な能力値っていうのを決めてますんで、結構信頼できる部分がありますんでね、一緒にねデータを確認していければと思います。ちなみにですね、ダビスタにねジョッキーの差なんかないですよと思っている方いらっしゃるかもしれませんけども、左下の方にいるね海老名ジョッキーを乗せていただいて、最後の直線見ていただければね、他のジョッキーとあからさまにね全然違う追い方しているっていう、この能力の実装がある時点でジョッキーの差がね絶対にあるんだと思っておりますので、基本的にそれをねあくまでも僕の考察ですんでね、こうなんじゃないああなんじゃないっていうのはねコメント欄の方に入れていただければと思います。まずねみんな大好きレジェンド武豊ジョッキーですね。ウィニングポスト9 2020だとこういうね基礎データなんですけども、この特殊能力が絶対にね今回あるなと思っているのは、牝馬、大レース、直線競馬、マーク、折り合い、そしてローカル、重馬場、剛腕ですね。このね8つはね僕ね今回実装されてるんじゃないのかなとおります。それが該当していて、今回ねダビスタのジョッキーの中でウィニングポストとリンクしきっているジョッキーがね何名かいるんじゃないのかなと思っておりますので、まずねこの豊さんのねデータ見ていただければと思いますけども、ウィニングポスト9 2020だとねこういった感じの能力値なんですけども、今回のダビスタね豊さんどんな感じの能力なのかなと思います。やっぱ短距離マイル中距離長距離っていうのはね、オール S っていうのはここはねちょっとね除外していただければと思いますけども、若干ね正直除外というよりは豊さんだったらどこもウィニングポストだと最強すぎちゃってちょっと当てにならないんですねじゃあダビスタでねどのね能力がね豊さん結構ね出てきてるのかなと思うと、僕はやっぱりね岡部ジョッキーの時代までダビスタをね遡れる方はね、岡部さんってねスタミナプラスついてきてたんですね、昔のダビスタって。豊さんがね今回それをね継承してるんじゃないのかなって思うところが結構あります。天皇賞春豊さん乗せていると強い馬2頭出してるとね豊さんの方がね若干先着するイメージがありますので、長距離プラスはね今回豊さんに実装されてるんじゃないのかなと思っております。逆に言ったらね特殊能力の部分っていうのは今回ね豊さん牝馬っていう部分をやっぱり持っているのと、あとはねここマーク屋ってついてるんですけども、豊さんマーク屋もねやっぱりついてんじゃないのかなって思うところが結構ありますんで、そしてやっぱり大レースっていうのはね豊さん強いと思っておりますので、この3つはね確実に今回豊さん実装されてるんじゃないのかなと思うんですけども、やっぱりねズブイ馬ね豊さん乗せるとね追い切れてないんですよね。 2,3 週間ぐらい前ですけども、腰やっちゃってるぐらいねレジェンドですからね、年齢的なものもあるかもしれないんですけども、あくまでも考察ですからね絶対ではないと思うんですけども、割とねこう傾向として出ているのは、豊さんだったらねズブイ馬よりはそれなりにね牝馬で大レースだったらそれなりに成績残してくれるし、まあ、天皇賞春だったりね比較的 2500m 以上 2400m 以上のレースだと成績がねいい傾向出ていますんで、これをね、ベースとして他のジョッキーをお話しさせていただければと思います。そしてね2人目はねダビスタで言ったらね一番目立っているのはね実は海老名正義ジョッキーなんじゃないのかなと。海老ダンスをねダビスタで見れるっていうのは感動でしたけども、海老名ジョッキーはねウィニングポスト9 2020だとこういったデータとなっておりますけども、ズブイ馬だったら海老名ジョッキーはありなんですっていう形ですね。乗り換わりにも強いっていうのはねウィニングポストでは出ていますけども、ダビスタに関してはね他のジョッ
ッキーでも普通にね入れ込みますからね。乗り代わりっていうのは多分機種のさあんまり出てこないなとは思っていますけども、マーク屋に関してはねやっぱ海老名ジョッキーも該当していて、割とね大レースでねマークさせるとね本当にその馬をね完全に1着から除外できるような気がしております。もう海老名ジョッキーに関しては長距離というよりはマイルのイメージが若干あるような気がしますんで、ウィニングポストだとこういったパラメーターですけども、ダビスタだとこんな感じなのかなと僕は思っております。今回なんか残念な感じになってきているミルコ・デムーロジョッキーですけども、まあミルコ・デムーロジョッキーっていうのはねウィニングポストだとこんな感じのね能力値となっているんですけども、やっぱり短いレースの方がね得意ですよっていう傾向が出ているんですけども、ダビスタだとね今回ね正直ねプレイヤー馬だとねえぐいなーっていうところがあるので、まあなんとも言えないっていうところなんですけどね。ただまあウィニングポストだとマーク屋っていうのもついてるんですけども、ダビスタでねそこまで傾向出てないので、今回ちょっとがっかりなのはねミルコ・デムーロジョッキーなのかなと思っております。びっくりですけども、まあウィニングポストだったらねそれなりの能力ですけども、ダビスタだとね僕の中ではどうしよっかな、ミルコ・デムーロジョッキー空いてる、まあいいジョッキーだしなっていうので、それぐらいのイメージかなと思ってます。ただ短距離だったりマイルだったりするとやっぱりね成績結構残されてるジョッキーなのでおすすめなジョッキーではありますけども、まあなんか今作僕との相性はダビスタの中ではちょっとあんまりっていう感じにはなっています。さあそしてね、まあ岩田ジョッキーもね結構ね乗ってくれるタイミング多いと思うんですけども、岩田ジョッキーってのももともとね地方からね中央に殴り込んできたジョッキーの一人なんですけども、ね、ウィニングポストだとねこういった能力で剛腕を持っていてね、やっぱりね岩田さんって言ったらイン好きっていうイメージがありますので、ウィニングポストだとイン好きってつくんですけども、今回ねダビスタねイン好きに関してはね多分ないような気がするんですね。岩田ジョッキー乗せても確かにねインの方に行くことはあるんですけども、他のジョッキーでもね普通にインに入って普通にね、壁に阻まれて吹っ飛んでくっていうことはしょっちゅうあるので何とも言えない、イン好きの能力ですけども、大きいレースでも強いんですけども、やっぱダートですねに関してはやっぱりねそれなりに能力を残してくれるんじゃないのかなと思っておりますけども、傾向としては僕はダートでねずぶい馬だったら岩田さんかなっていうのが今回のダビスタとなっております。そしてね関東のね一番上にいるのは戸崎啓太ジョッキーだと思うんですけども、やっぱりダートが上手くてね牝馬も上手いんですね。剛腕だったり重だったりねウィニングポストの中ですけどもね、でバランスしっかり実は取れていて、逃げ先行先行差し差し追い込みに関してもねどこ行ってからもねそれなりに能力を出せるっていう形の、まあ、傾向実際の競馬でもあると思うんですけども、まあことさら逃げに関してはね戸崎さんやらかすイメージありますんで、今回ダビスタでね僕のセーブデータであんまり活躍はしてないんですけども、ダートだったらねやっぱりねいいのかなっていう部分が傾向としてありますので、ダートの大きめなレースじゃなくても平場のねダートだったらね戸崎さん結構能力出してくれてる傾向はあるので、ダートでねとりあえずね昇級したいっていう時はね戸崎さん空いてたらねで見るのはいいのかなと思っております。ただやっぱり剛腕があるのでねズブイン馬に関してはね戸崎さんもありのジョッキーになってくるのかなと思っております。そしてね西のジョッキーで上から2番目のところの右側にいるのは福永雄一ジョッキーだと思うんですけども、やっぱりね牝馬の福永って言われてた時代が若干微妙な期間だけありますからね、その部分で考えるとね牝馬だったら福永ジョッキーありなんですけども、ただねたまにマジで前壁をね実装されてるようなぐらいねプレイヤー馬だと前壁に突っ込んでいく、イメージがありますのでね、逃げ先行でね牝馬だったら福永ジョッキーありなんじゃないのかなって思っておりますけども、若干ね豊さんにね能力値似てると思うんですけども、ウィニングポストの中だと剛腕もないんですけども、実際ねこう腕っぷしでねオラーって追い込むジョッキーではないので、福永ジョッキーってなんかこうヒュッヒュッヒュッみたいなイメージがありますからね、綺麗に乗るイメージですよね。そう考えるとねズブい馬に関しては福永ジョッキーというよりはやっぱりまあ海老名ジョッキーだったり岩田ジョッキーだったりね、なんか剛腕のイメージがあるジョッキーがねおすすめなところかなと思っております。さあそしてね今回のダビスタで一番実はいいジョッキーなんじゃないのかと思われているのが川田優雅ジョッキーだと思いますけども、リアル競馬だとね僕ね相性めちゃくちゃ悪いんですよね。ことさらダビスタの中だったら G1 ね5勝ぐらいしてもらってますんで、ウィニングポストのね中だとこんな感じのデータになってるんですけども、ダビスタだとねことさら結構何でもありのような気がしてるんですけども、若干長距離だとねやっぱ豊さんとかねの方が上手いなっていう傾向がダビスタの中では出ていますし、逆にねウィニングポストだとほとんどのね
ジョッキーに牝馬ってついちゃうんですね。なので、まあ、牝馬も川田さん今回こちらのセーブデータとついてるんですけど、違うなっていう感じ。非常にね、まあ、川田ジョッキーね、ダビスタの中だとね、かなり優秀な動きしてるので、唯一ね、ウイニングポスト以上に評価されているんじゃないのかっていうのがね、川田ジョッキーなんですけど、マーク屋っていうのもね、乗り換わりっていうのも、このセーブデータついてますけど、マーク屋に関してはね、川田ジョッキーを乗せるのがね、本命の馬になりやすいので、なんとも言えないっていうところ。考えると2、3年ぐらい前のジョッキーのね成績をダビスタは今回使ってるはずなので、そう考えるとね、その頃の川田ジョッキーって言ったら飛ぶ鳥落とす勢いに近く、まあそこまでもまあ沼みたいな、ただまあ剛腕のイメージはね正直あるのでね、ウィニングポストよりはやっぱりダビスタの中ではかなり評価されているのかなと思います。さあということでね、ダビスタの画面戻ってきましたけども、今回本当にね様々なジョッキーいると思いますけども、本当10人十色というか、もう本当全てのジョッキーに差があるんじゃないのかっていうね気はしてますけども、いろんなジョッキー乗せてみていただいてね、自分なりのねこういうそういう傾向って多分出てくると思うんですけども、僕の中ではねやっぱりね大きいレースだったらね、この二人がね、この二人が基本なのかなとは思ってますけどね。ざっくりですけどもね、上位なジョッキー何名かね、ウィニングポストのデータでしたけども、こういった感じでね、ウィニングポストでは評価されてます。実際の今回のダビスタどんな感じかっていうね、所感みたいなの話させていただきましたけども、皆さんね、いろんな傾向多分ね、こうなんじゃない、ああなんじゃないっていうのはね、コメントの方書いていただければと思いますけども、自分の馬に合っているね、ジョッキーっていうのは、このジョッキーなのかな、あのジョッキーなのかなっていうのはね、調べてみると、よりね、このダビスタのね、沼のね、深みにどんどんハマっていけると思っておりますので、いろんなジョッキー乗せていただいて傾向をね見つけていただければと思います。リアル競馬知っていると、例えばね秋山さんだったらあれだよねみたいなのとかも出てくると思いますし、逆にね先着だったら西田一本でいいんじゃねえのかっていうねところもあったりしますんで、そういうところねどん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 気づいたところ動画にしていきたいと思っておりますので、機種には絶対的に差がありますし、上位のジョッキーでもね微妙にね能力値の差っていうのは絶対と思っておりますので、それをね若干僕の今のやっているね所感というか、まあこんな感じじゃないかなっていうイメージでおりますけども、まあ僕の基本はねミスター竹豊大好きですからね、豊さんを基礎として若干ねさんもねいいよねみたいな感じでやっていっている感じとなっております。こんな形でね気づいたことだったりね、まあこうなんじゃないのかああなんじゃないのかっていうダビスタの動画だったりね、ウィニングポストだったりね、週末のレースシミュレーションだったり、カッコ G1 のみみたいな感じになってきてますけども、注目レースのみみたいな感じになってきてますけども、引き続き動画出していきたいと思っておりますので、ちょっとでも面白いなと思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。ということで今回ね、まあとりあえず今回のダビスタジョッキーとね、ジョッキーで絶対差はあるしこんな感じなんじゃないみたいな形でまとめさせていただきましたけども、まあ前哨出たらね、結構そこら辺も解剖できていると思っておりますので、前哨出たらねもうちょっと突っ込んだ動画作っていけると思いますので、ぜひともそこんとこよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。ぜひ次の動画もまた見ていただければと思います。それでは次の動画でバイバイ。